トレーナー、もう一本いいですか？いえ、一本と言わずそれ以上でも。私はまだ走れます。わかりました。ではラスト一本、大事に行ってきます。ご指導ありがとうございました。合宿中に必ず結果を出してみせます。それでは。はい、ミーティングでしょうか？書くものを用意してくるので少々お待ちいただければ。見せたいものですか？トレーナー、おかしいな。待ち合わせ場所はここで合っているはず。トレーナー、もしかしてこれは。勢いで尻もちを。あっ、後ろ波が。トレーナー、ちょっともう大丈夫ですか？よかった、怪我がなくて。というか見せたいものって今の。そうだったんですね。すみません。いえ、その失礼ですが、すごく面白かったです。びっくりしたトレーナーの顔思い出しただけで。だってもう絵に描いたような展開でしたから。ここに来てからの全部のことがまるで喜劇みたいで、初めは何が始まったのかびっくりしましたけど。はい、とても。トレーナー、クラフトたちは強く厳しく容易ではない存在です。ですが私にはそれ以上に大きな存在がいます。あなたというパートナーが、それがどれほど心強いことか、これまでの日々でずっと感じてきました。その思いはこれからも大きくなるでしょう。今日のように感謝の気持ちを持って。ですから焦りなど不要でしたね。堅実に歩みを進められればきっと道は開けるはずですから。はい、その座は誰にも譲りません。欠片もありません。そして栄えある勝利を収め、礎たる器を示してみせます。トレーナー、あなたがパートナーであるならばそれも叶うでしょう。